全国2万4千人のシミュレーターファンの皆さんこんばんは。世界の穏やかじゃないシミュレーターをプレイする、シムカツ。今回ご紹介するのは、フォークリフトによる荷物の運搬を体験できる、ウェアハウス&ロジスティクスシミュレーター、です。デベロッパーはアッププーファン。パブリッシャーは、UIG。パブリッシャーは、UIG。となっています。盛り上がってきたところで早速プレイしていきましょう。スーパーマーケットでの作業、間違って配置された商品を正しい位置に移動させます。最初に乗るのは電動式のパレットトラックです。フォークリフトは後輪操舵なので、普通車とは感覚が異なります。視点の切り替えもできます。思った以上に後輪操舵が難しいです。パレットの隙間にフォークを差し込みます。あとは持ち上げて引き出すだけです。シムカツ、シムカツ、シムカツ、シムカツ。この作業を繰り返し、決められた条件をクリアすれば次のステージがアンロックされます。フォークリフトマニアの皆さん、お待たせしました。ドイツ、ユングハインリッキ社製のフォークリフトです。シム、カツ、シム、カツ、シム、カツ、シム、カツ。運搬中にフォークを上げ下げするのはやめましょう。上のステージに進むにつれて、移動距離がかなり増えます。
いつでも熱くシミュレーター活動。シム活。次回をお楽しみに。おかしい。UIG のゲームなのに普通だ。UIG がパブリッシングしているシミュレーターは、どれも闇を抱えている。こんなものではないはずなんだ。なんて、思っていませんか？全国2万4000人のシミュレーターファンの皆さんこんばんは。世界の穏やかじゃないシミュレーターをプレイする、シム活。今回ご紹介するのは、フォークリフトによる、ゾンビの歴殺を体験できる、ウェアハウス&ロジスティクスシミュレーターヘルズウェアハウスです。もし倉庫での作業中にゾンビに襲われたらという対ゾンビ訓練ができます。さすがユングハインリッキ社製のフォークリフト。一般市民は傷つけず、ゾンビはこっぱみじんです。落ちているアイテムを使ってゾンビを一掃することもできます。シム、カス。ゾンビカッターシミュレーター。調子に乗りすぎました。ゾンビを振り切ってゴールを目指す、キャンペーンモード。ゾンビラッシュから生き延びる、サバイバルモード。ゾンビを気にせず通常業務を行う、クエストモード。が用意されています。ウェアハウス&ロジスティクスシミュレーター本編は定価15ドルで、ヘルズウェアハウス DLC は定価5ドルで好評発売中です。いつでも熱くシミュレーター活動、シム活。次回をお楽しみに。